西しひ久、西しひ久、西都志久,久、1971年10月4日台は、茨城県小賀市出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤右打、野球解説者、野球指導者。上層学院高等学校では1年生から、レギュラーを務め、エースの島田直也と共に活躍した、全国高等学校野球選手権大会で、 PL 学園に敗退準優勝を1回含め3年連続で出場。高校通算28本塁打。早稲田大学人間科学部に進学後は野球部首相としてチームを経引し、主に遊撃手として活躍。4年の6大学春季リーグではシーズン6本塁打を記録するなど活躍。ベストナインを3回獲得し、 総計戦史上初のサヨナラ満塁本塁打を放つ、その試合では2本目の本塁打など活躍。4年の周期リーグでは監督の石井連造の起用方針に反発して、選手だけでオーダーを降り、チームを優勝に導いた。自身は前年秋の総計戦で優勝を逃す、サヨナラ失策を犯している、閉殺を焦って、ゴロをファンブル。当たり出すと、猛打賞だが、 ノーヒットも多かった。リーグ通算79試合出場、280打数91アンダー、打率、325、11本塁打、40打点、27盗塁。その後、日本生命に進むが、遊撃手失格の落印を押され三塁手に転向する。1995年のドラフト会議で任意指名、逆指名を受けて読売ジャイアンツに入団し、 長年手法として活躍し、前年に引退した原辰則の背番号8を与えられた。幼い頃から原の大ファンで入団時には少年時代に懸賞で原のサイン入りバットが当選したというエピソードが紹介された。西は当時野球評論家に就任して間もない原との対談でそのバットを見せながらプロ入り初打席はこのサイン入りバットで打ちたいと発言していた。 キワは使用しなかった。プロ入り後に、巨人に入団して変わったことはと聞かれ、これまで、原、原と呼び捨てにしていたのが、原さんに変わったとコメントしている。二三塁手として打率。277本塁打、24打点を記録し、巨人の野手では、原達則以来15年ぶりのセリーグ新人王を受賞。巨人の野手の新人王は2009年に、 松本哲也が受賞するまで10年以上現れなかった。同年の阪神戦で、くじてるよしのサードゴロをトンネルし、サヨナラエラーをしてしまい悔しさで顔をしばらく上げられないほど落ち込んだが、それ以来守備の意識が高くなった。日本シリーズでは、チームは敗れ、日本一を逃したものの関東賞を受賞した。に二塁手に転向7月19日のヤクルト戦では、 巨人キラーの石井和久に対して松井秀樹以外はすべて右打者を並べるという監督の長島茂雄の采配のためにレフトを守った二塁が元木大輔、三塁が石井博士郎がその試合で池山竜館の高い飛球をランニング本塁打にしてしまいその後二度と守ることはなかった試合後長島は自分の器用ミスのせいであると西をかばい 先発の斉藤正樹に謝罪した。同年は打率24、242と前年より下がったが、10本塁打、39打点と本塁打と打点は前年より上がった。小柄な体格だったが、コーチの土井正像の熱心な指導もありこれ、イコール一種としての評価を伸ばした。は106試合に出場し、打率2割7部台と再びアベレージを上げ、11、本塁打をマークした。 は打率298を記録。また、守備面でも自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。猛打率298と前年と同じ打率を残し、本塁打も20本をマークするなど長打力も見せつけ、4年ぶりのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズでは優秀選手賞も受賞し、日本一に貢献した。もう20本塁打をマークした。 また、投塁数も20に達した。から原達則が監督に就任。投手の左右を問わず安定した働きを見せていた。清水隆行を1番に固定し、西を2番で起用する構想を打ち出す。原曰く、1番打者が2人いるような打線を組もうとする。そう。しかし、打撃不振に陥った挙句に故障してしまい、二岡智博が2番に起用された。復帰後は7.8番に定着し、 規定打席にはわずかに及ばなかったものの得点圏、打率、320と活躍したほか、リーグ2位の22盗塁で盗塁成功率100%を記録、盗塁数20以上での成功率100%は、セリーグ所した。なお、規定打席に到達しなかったのは、プロイル初である。日本シリーズでも日本一に貢献した。この年もゴールデングラブ賞を受賞したが、 これでから4年連続でゴールデングラブ賞を二類種として賞した。現在、巨人の二類種としてゴールデングラブ賞を受賞したのは二史が最後である。もう一時は、首位打者になるなど順調なスタートを切ったものの、ジョージアリアスの飛球を取った元木大輔に激突し、シーズン早々に故障した。この年の故障は、打撃、守備、走塁によう引いてしまい、 欠場中や後半戦には、瞬足の鈴木直弘が起用されることも多かった。監督が、堀内恒夫に交代。再び一番打者を任され、28本塁打を、記録、106得点は、リーグ1位。一方で、投塁3、投塁四10と脚力は回復できず、オフに、FA 宣言し、スコット・ボラスと代理人契約を結んで、メジャーリーグ移籍を目指したが、 同時に、メジャー挑戦を表明した、井口忠人に注目が集まったためか、手を挙げる球団がなく、巨人に残留する。もう一番打者としてスタートしたが、4月の不審から、セパ交流戦直前に9番にし、1番清水に、配置転換を迫られる。その交流戦こそ12球団選手中打率4位の成績を残すものの、セリーグ投手相手には苦しみ、後半戦には、 若手の台頭で6.7番を担当。シーズンオフに、千葉ロッテマリーンズから小坂誠が移籍し、さらに原が監督復帰した。もう2002年の清水、西のダブル1番構想にこだわりを見せる。しかし不調のため、小坂に開幕スタメンを奪われる。西と小坂は、同様に1割台後半の不調に陥り、小坂が2番打者として優先的に使われ、 西木洋子は7番8番打者として使われることが多くなる。シーズン中盤に離脱した後は1軍に上がれず、手首も骨折した。64試合出場、打率。185、1本塁打、7打点、1盗塁と過去最低のシーズンとなった。監督構想からも外れ、自らトレードを志願して、球団も受け入れ、同年11月6日。 小田じままにと金銭のトレードで横浜ベイスターズへ移籍。背番号は日本生命時代に着用していた7は開幕から28試合連続出塁記録を樹立するなど序盤は首位打者争いを競いオールスターにも出場。序盤の横浜首位の原動力の一つとなったもののチームも自身も後半失速。シーズン後半まで一番に座っていたが 盗塁と死球が少なかった。は、ほとんどの試合で2番で出場。リーグ3位となる34ギガを記録した。2008年3月25日、証言者より、プロフェッショナルというタイトルで自伝を出版した。原稿は西が原稿用紙に直筆で綴ったものである。は、開幕を2番、2類種でスタートしたが、打率1割台と極度の不振に陥り、 5月半ば以降は開幕当初は遊撃手であった藤田和也にレギュラーを奪われる。以降も休養を入れながらスタメン出場するも調子は上がらず、終わってみれば51試合の出場で打率。159、3打点、本類だと盗塁はプロ入り後、初のゼロと自己最低の成績に終わった。極度の不振とチームの若手育成のため、 2009年度限りでの横浜対談、打球団でのプレーを希望した。オフに収録された、ズームインサタデーのインタビューにおいて、メジャーリーグ挑戦を表明した。4月、独立リーグのアトランティックリーグに加盟するランカスター、バーンストーマーズに入団、当時のチームメイトに、後に横浜ベイスターズへ入団するブレッド・ハーパーがいた。同年は、 4月22日から31試合に出場し、打率208、1本塁打、3打点の成績を残したが、右太もも痛の悪化により6月8日に現役を引退した。帰国後の7月17日、横浜ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦、横浜スタジアムの試合前に引退セレモニーが行われた。 2010年9月には独立リーグのサザンメリーランドブルークラブスで臨時コーチを務めた。2011年4月からはフジテレビスポルトのレギュラー野球解説者を務めている。また同じフジテレビ系列の野球中継であるベースボールスペシャル野球道にもゲスト解説として出演してる。2011年の解説者としての仕事はもっぱらフジテレビで行っていたが 2012年より文化放送の野球解説者にも就任した。2013年7月に筑波大学の大学院に合格したことを公表し、翌2014年4月から人間総合科学研究科で体育学を学ぶ。2016年3月25日に同大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻を修了。より、 同学年の国母祐気が監督を務める野球日本代表、サムライジャパンの内野守備、総類コーチを務めている。彼は、サムライジャパンのアンダー世代である1 2優、小学生以下代表監督にも就任した。同年8月の1 2優アジア選手権では決勝まで進むが、チャイニーズ台北に3-7で負けた。2月6日に、 グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表内野守備、総類コーチを務めることが発表された。7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表内野守備、総類コーチを務めることが発表された。1月28日にサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表内野守備、 ソウルイコーチを務めることが発表された。10月18日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表コーチを務めることが発表された。ズームイン。サタデーのスポーツコーナーでは、ジャイアンツ時代から政治や他のスポーツでの深い話を語る雑学キャラとなっている。ベイスターズ遺跡後も、この番組にはよく出演しており、このため、 コーナー担当の宮本ちは、西野移籍後は、ジャイアンツ対ベイスターズ戦が行われる日に取材を優先する傾向がある2007年11月10日、放送分では、スポーツコーナーを完全に独占された。なお、プロ野球選手といえど、引退後の人生設計まで考えて、社会に出る前に、社会性ということはどこかで学ばなければならないという、考えを持つ。参考リンク。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。